さあフィフィさん続いてお話をお願いしますいや、ポーティファイの話もちょっと興味あった東大世界大学ランキング39位アジアは4位に後退。イギリスの教育専門誌タイムズハイアイデュケーションが発表した今年の世界大学ランキングでイギリスのオックスフォード大学が初めて1位となりました 日本の大学では、東京大学の39位が最高位で、29位の北京大学などに抜かれ。去年に続いて、アジアの首位を逃しています。まあ、こういうランキングをどこまで信用するかっていうのもありますけどね。まあね、取り方によって変わりますけどね。<laughs> ミスラーみたいなもんです。<laughs> うん、まあ、実は、はなりますよ。んも、それはずっと言われてきたことだから。えで、その、このタイムズハイアーエデュケーションの。 方がなんで日本がここ落ちちゃったのかっていうので資金がなくて背景にはね資金がなくて資金不足で海外の才能を取り,入れ取り込むことができないとアジアの大学が結構シンガポールだったり香港だったりっていうところが存在感を増してる中っていうことででもそのシンガポールだと香港だとかもちろん北京大学もなんですけどああいうところがあの存在感が増してるっていう一個の。 その理由としては英英語語圏というか英語を使うか使んで,すよねで結局留学生東大留学生は6割が中国や韓国8割がアジアからなんですけどでイギリスはね3分の1から4分の1が留学生北京4,000人ぐらいで80か国からなんだけど中東とかアフリカも多いんですよあ中国はそうなんですで結局日本の大学は。 東大なんだけど結構授業を日本語でやってるそう,、ね、そうするとその留学生来ても帰国後に日本語力を伸ばしたところでやっぱりこのグローバル企業にそう対応できない,きないその点はすごく多いあとさっきの資金がないっていうところでシンガポールの国立大学は実は1位になってますけどアジアの中ではシンガポール次に中国の北京大と中国の清華大なんですけど。 あのシンガポールのね大学これ都市伝説なんだけど留学生には無料だっていうふうに言われてたんですよ留学生だけじゃなくて学生は無料だって言われてたんですけど本当は違って実は外国人留学生っていうのはちゃんと学費が異なってて3倍以上取るんですでそれでもちょっと申請するとそれでも2倍前後に縮まるだけでここが大事なんだけど日本の大学っていまだにまだ留学生に手厚いというかそういうあの。 留学生支援制度っってていうのがあって普通は海外に留学されていた人なら分かると思うんですけど例えば州立だったらちょっと州外でも倍になったり外国人なんて倍々になってくるんですけど、はい、日本はいまだにその例えば、えー、と授業料が無料大学院生だったら例えば東大でですよ。 十万近い例えば奨学金が支払われたり、うん、往復の渡航費がただだったり居住スペースも無料ですよみたいな日本人との差から考えたら日本人の方が結構多く払うんですよ。うん、そうするとねなんかねしかもですよ私立大学ですら授業料がその文科省からこう補助金みたいなのが出るんですね。そうするとどうでもいい大学ばっかりどんどん増えていって <laughs> その一番悪いんですけど経済、うん、に苦しむ大学がの救済措置みたいになっちゃっててそ,、ね、そのアジアに結構営業をい とにかく近いところからたくさん「どうでもいい」って言っちゃうあれですけど実際は幽霊大学生みたいな留学生みたいな人いっぱいいるんですけどそういう人だけでも入れて結構地方の大学に今起きてるのは日本人よよりもも留学学生が増えててるるなんていう大学もあるん大あですよそれが結構増えてくるとどうなるかっていうと日本のの大学のクオリティがあの下が下ってきてきしまうで本当はそういうところにメスを入れて淘汰していかなきゃいけないんですよ。 大学っってて何ののためにあるのかって高等教育なわけだからどうでももいいいいっててうう大学がが増えてもしょうがないんですよでそこにやっぱりあの皆さんが払ってる税金がそこに投入されていくっていうことをやってはいけないのでどん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 減らすってことをやっていかなきゃいけないんだけどさっきの,あの富山のあれじゃないんだけどああいうところにもやっぱり先生先生みたいなああいう体質があってどうしてもそこを野放しにしてしまってるなって思ってそうね地域活性化策ってね大学の誘致みたいなことでねそうそうそうでだから何か国際化というのを履き違えてるなとさっきも 言いましたが海外の人から魅力的な世界中から魅力的な大学が作れるかって言ったらさっきも言ってまあ日本語ってすごい大事ですけどコート契約になった時は海外の優秀な人たちをもっと呼び寄せなきゃいけないわけだから私も中国の,とあの大学モグリで入りましたが本当にあの授業を英語でやっていたりそういうことを捨てるのにいまだにやっぱりその日本語でやるというそれはやっぱり。 他の大学生留学先としてはやっぱり省かれる理由にもなっちゃう、うん、それとさっき言ったようにすぐに補助金を出してしまうというとね極端な話あのちょっと日本にワンクッション置いてここでちょっと出稼ぎみたいに働いてですね次本当の本命の大学行こうみたいなところもあってそういうような中継地点になってもいけないと思う,そ,う、ねうん、そこはちゃんと考えないといけないでい えいありましたで海外の、まあ、例えばアメリカの大学とかも,もうベンチャーキャピタルを立ち上げて、うん、投資もしながら新しい最新技術を一緒に研究して。 ビジネスまででしてていいいこうう相当大学側のの努力っていうのもすすごかなり国があの出してるんですけどそれは結構学長にも権限があるんですけど、うん、日本の大学はどうしてもその学部長ってもっと下のところに権限があるらしく、えーね、あんまり学長がどういうふうにお金が使われてるかっていうのも知らないかもしれないです津、ね、田、うんえー、さんいかかがですかこの問題に、うん、あのまあ次第にもねフィーフィーさんおっしゃったみたいに次第にも結構文科省の補助金が入ってるってこと知らない人が結構いるっていうことと、うん、あと一方でその学費の問題 まあ確かに今これあの日本でねあの学費がどんどん高くなってて奨学金も払えなくて大変だみたいなって話はあるんですけどでもこれもあのアメリカとか見ると今どんどん学費がリーマンショック以後上がっていてアメリカの大学の学費っていうのはもう平均で,1年 4, 万とかなんですでだからもう要するに出るまでに2,000万とかか,かって必要になってくるのでまあもちろんアメリカの場合はすごくできる子っていうのはその人はあの学費が無料になったりっていうできる人に対してのチャンスを与えるっていうところはあるんだけどまあ普通の人は到底いけないような世界で なっているっているとうことで日本の場合はそういう本当に淘、ま、汰、あ、されるべきっていうふうさんがおっしゃったようなレベルの低いような大学っていうのもあってでもそこにとりあえず大学ぐらい行っとくかっていうので行って奨学金借りて行ったことで,でそのあと出た後も返せないっていうところもあるのでうん、うん、多分そういうところも含めていろいろ見直していかなきゃいけないものたくさんあるとは思うんですよね,ですね。ありがとうございました